2024年6月、大阪万博の開会式運営に、大手広告会社電通など3社で作る共同企業体が決定しました。この共同企業体は、電通、電通ライブ、NHK エンタープライズで構成されていて、請負金額は約10億円とのことです。ちなみに電通は、東京オリンピックをめぐる談合事件により、万博協会から1年間の入札参加資格の停止処分を受けていましたが、今年2月に入札停止処分が解除されていました。ネット上の反応。また電通かよ。電通と電通子会社と NHK か。どうしようもねえクソだな。処分が解除されるのを待って、結局電通と契約かよ。何のための入札停止か意味がわからんわ。そもそも万博に開会式って必要か？万博自体が不要なのに開会式が必要なわけがない。10億円ということは、99% 以上中抜き屋から1000万円以内でできるということやな。公共工事とか、アホみたいに時間かけて細かく積算して工事発注するのに。なんでこういうのって企業の言いなりの金額で契約できるわけ？意味不明すぎる。